はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、何だったっけ、 JR 西日本、ターミナル駅完全制、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅シリーズのやつなんだよね、これ。何、なんかもう何の要素も残ってない気がするけど、買ってきたねやつを食べてこうということでね、まあ続きで撮ってるんですけどね。まあ、ご飯も食べたし、安倍川餅をね、いただこうかなと思います。まあ、向こうといえばね、やっぱね、福井、あっちの方といえば、安倍川餅かなということでね、買ってみました。めっちゃ久しぶりに食べるな、ということでね、早速ね、開けてね、食べていきたいと思います。安倍川餅は、もち米な、もち米で、そこに、黒糖とか、きな粉でね、まぶしてありますよというやつですね。たっぷりきな粉が入ってるって感じですね。安いですよね。税込みで270円ですからね。やっぱスーパーで買うとこういうのはね、安く手に入るんでね。まあ、化粧箱とかそういうのには入ってないね、やつですけど。まあ、美味しいのね、変わりはありませんからね。早速ね、いただいていこうと思います。しかもこれもまたショートでね、使いますというね、このね、やり方でございますんでね。さあ、マジで思いつか、取ってから考えてるもん、いつもね。まあ、とりあえずいいや、取ってこう。これね、一回切った方がやりやすいっていうのは学んだ。では、いただきます。こうね。よいしょ。帰ってきたから下がちょっとくっついちゃってる。黒糖がで、ね、ちょうど食後のデザートにいいですね。お餅も硬くなってないで大丈夫でした。にしてもよく考えてみたら、めちゃくちゃ餅ばっか食ってますね。前々回あれ食ってたでしょ、揚げ餅食べてて。で、今回これですかね。まあ、あとは醤油の、いわゆる辛めなね、感じに対して、これは黒糖ときな粉なんで、めちゃくちゃ甘いデザート感があるので、ね、全然別物でいきますけどね。こんな感じ。まあ、私は結構こういう、甘い系のやつでだとちょっとお酒が飲みたくなっちゃいますけど、あんまり甘いものとお酒を一緒にはいやっていう人も多いですよね。私はね、いけるんですよね。うまかった。ごちそうさまでした。さあ、ってことをいただきました。いいですね、黒糖なんでね、甘ったるくもないし、で、きな粉も入ってっていう感じなんで、単独としてもいけるのがいいですよね。きな粉もいい感じのきな粉ですね。砂糖和菓子屋さんのやつですか、いいですよね。で、こういうのね、やっぱスーパーで買うとね、こういうのがね、お得に買えるっていうのはやっぱいいですよね。なんでやっぱ、行った時にはね、地元のスーパーを押さえるっていうのはね、やっぱしね、
意外と出先に行った時にね、あの面白い発見もありますからね。いろんなスーパーを回ってるとね、まあ私もね、もともとスーパーで、やってたこともあって、結構なあ通算何百店舗行ってるんでしょうね。うん、まあ東海3ね、愛知三重だったらまあまあ行ってますからね。うん、し、県外とか行ってもね、そんな感じでプラッとあったら入って、結構入ってやるんで、通算何店舗ぐらいっていうのを一回ちょっと数えてみたいですけどね。うん、どういう感じでね、まあ教えていただきましたよということでございます。まあやっぱアベッパーも定番ですけどね、やっぱこういう定番もね、どうなんだろう、他の普通の化粧箱とかに入ってるやつような感じのやつとかだと、お店のこれ食べるとまたちょっとお値段ね、あの高くなるかもしれませんけど、まあこういうねやり方もありますよって。まあもちろんお店でね、あの雰囲気あるところで、ね、食べてっていうのもまたいいんですけど、まあまたいろんなね楽しみ方があるなっていうのでね、お食いただきました。まあまだね大きかったやりますんで、ですけど3日にその出かけることがね決定しちゃってるんで、これねなんとかね今日中にね、まあバクバクまあまあ食べれるとは思いますけどね、食べていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではとりあえず一旦ご視聴ありがとうございました。